ヤングピープルズコンサートはニューヨークフィルハーモニックが主催する演奏会シリーズである。子供が演奏会に親しみやすいように企画されている。レナード・バーンスタインが企画、指揮、司会を務めたシリーズが広く知られている。1924年3月27日にアーネスト・シェリングによって初演され各地を巡回した。オーケストラの演奏に解説を加える形式は 初期の頃からのものである。バーンスタイン版は1958年1月18日に同学団とスタートし、53公演が CBS によりテレビで録画中継された。長らくカーネギーホールで開催されたが、1962年よりリンカーンセンターへ会場を移した。バーンスタインは1969年に、 ニューヨークフィルハーモニックの常任指揮者を辞任した後も、ヤングピープルズコンサートを続けていたが、CBS は1972年のホルスト、惑星の公演をもって、テレビ中継を打ち切った。1971年にマイケル・ティルソン・トーマスが引き継ぎ、1977年に一旦終了したが、その後再開されて、現在に至っている。バーンスタイン版の 全53公演のうち2度目のハリケーンを除く52公演が DVD、ブルーレイとしてリリースされている。日本では山本直澄が同公演を手本としたオーケストラがやってきたを企画してクラシック音楽の普及に貢献した。バーンスタインによる同公演台本が日本語に翻訳されておりパシフィックミュージックフェスティバルにおいて 青少年のための演奏会と題して講演されている。他、佐渡豊が日本語による講演権を所有しており、各地での講演と毎日放送によるテレビシリーズ、同シリーズをまとめた DVD をリリースしている。佐渡は自身が司会者を務めていた題名のない音楽会についても本コンサートを下敷きにしていたと語っている。他にも、大上栄治など同種の演奏会は、 各地で開催されている。ありがとうございます。